仏説阿弥陀享序文招集文絵召談にその時仏、長老斜里ツに告げたまわく、これより裁縫に十万億の仏道を過ぎて世界あり、名付けて極楽という、その度に仏増します。 阿弥陀とゴース今弦にましまして法を解きたもう三斜里仏かのどを南外ゆえぞ名付けて極楽とするその国の主情もろもろの苦あることなくただもろもろの楽をうく ゆえに極楽と名づく。またシャリホツ、極楽国土には七重の乱順、七重の羅毛、七重の豪樹あり。皆これ四方、周葬し、異行せり。このゆえにかの国を名づけて極楽という。またシャリホツ、極楽国土には七方の池あり。 白く毒水その中に十万セリ池の底にはもっぱら黄金のイサゴを持って地にしけり紙偏の街道はコンゴンルリハリ合情セリ上に老格ありまたこんゴンルリハリシャコシャクシュメノウをもってこれをゴンじきす池の中の蓮華は 大きさ、車輪のごとし、正式には正公、王式には王公、尺式には尺公、白式には白公ありて、未明高潔なり、車輪発、極楽国土には、核のごときの苦読、聖言を成就せり、また、車輪発、かの仏国土には、常に天の額をなす。 黄金を地とし、昼夜6時に天の万だらけを雨降らす。その国の主生、常に昇誕をもって、おのおの絵国をもって、もろもろの妙家を入れて、他方の十万のの仏を供養し、奉る。すなわち、磁器をもって、本国に帰り至りて、 凡敷し、協業す。シャリホツ、極楽国土には核のごときの功徳聖言を上十せり。また次にシャリホツ、かの国には常に種々奇妙なる雑色の鳥あり。略行、孔雀、オウム、シャリ、カリオビ愚妙の鳥なり、このもろもろの鳥、 中夜六時に和げの声をいだす。その声、五根五力七五代分八正道分各のごときらの法を延長す。そのどの主上この声を聞き終わりて皆ことごとく仏を念じ、法を念じ、僧を念ず。シャリホツ、何時この鳥は実にこれ、 財宝の所掌なりと思うことなかれ、故はいかん、かの仏国土には三幕守なければなり、シャリホツ、その仏国土にはなお三幕道の名すらなし、いかに言わんや実あらんや、このもろもろの鳥は皆これ阿弥陀仏、法音を千流せしめんとおぼして、 変化して成したもうところなり、斜里仏かの仏国土には、未風吹きて、もろもろの法皇寿及び法羅網を動かすに、微妙の声をいだす。例えば、百千寿の額を同時に共になすがごとし、この声を聞く者、皆自念に仏を念じ、法を念じ、 そう、を念ずるの真を生ず、斜里発。その仏国土には核のごときの功徳将言を成就せり。